羽田空港に来ています。でちょうどさっき羽田到着したばっかで、国際線のターミナルっていうのを行ってみようと思います。ターミナルっていうか第2ターミナルの国際線エリアですね。国際線ってこうやって書いてあるからまあ分かるかなって、場所は分かりづらいって感じはなさそうですね。当たり前ですけど人いないですね。でこのちょうど正面に見えているところが保安検査税関になりそうですね。手前がバゲージドロップで奥がカウンターですね。この出発フロアの1個下が到着で、その上にまだレストランとかお店がありそうですね。ちょっと上まず行ってみましょうか。スタバにあとツタヤがありますね。上にあるのはそのスタバとツタヤとなんか有料ラウンジかな、なんかそれぐらいでしたね。思ったよりそこはこのエリアは何もなかったです。続いて到着フロアの方ちょっと行ってみようと思います。到着の方は国内線にそのままつながってるからか特に何もないですね。第2ターミナルのスケジュールをちょっと国際線の把握してないんで分かんないんですけど、これはあれなんですかね、24時間いつでもフライトは飛ぶんでしょうか。それだとしたらこっちの部分、国内線の普通の沖縄とか行くやつですね、そこの部分って24時間空きっぱなしになるんですかね。あんま分かんないな。